マフェイ銀河群は、局所銀河群から最も近い銀河群である。カシオペア座、キリン座、ペルセウス座の方角に見える。ほとんどの銀河は、この銀河群で最も明るい IC342 か、マフェイ1かのどちらかの近くに集まっている。この銀河群は、乙女座超銀河団に含まれる多くの銀河群の一つである。以下の表は、ID ガーテンツェブによって、 マフェイ銀河群と関連していると同定された銀河の一覧である。カーチェンツェブはこの銀河群を IC342 とマフェイ1を中心とする二つのサブグループに分けた。さらに k k 三3 7は IC342 サブグループ、k k h 6はマフェイ1サブグループにそれぞれ属する可能性があるとされた。この図の中にはマフェイ1とマフェイ2が見える。 地球から観測するとこの銀河群は銀河面吸収帯に近い位置に見える。従って多くの銀河からの光は銀河系内のゴミによってかなりの遠征を受ける。これによって高度や距離、その他の量の測定が影響を受けるとこの銀河群の研究が困難になっている。さらにこの銀河群中の銀河は歴史的に同定が難しかった。多くの銀河は20世紀末に 天文機器を使って発見されたものである。例えば、NGC カタログに載っているようなもっと暗く遠い銀河も19世紀末には発見されていたが、マフェイ1とマフェイ2は1968年に赤外線画像によってやっと発見された。さらに、IC342 やマフェイ1の近くに見える天体がマフェイ銀河群と関連する銀河なのか、 同じ方向に見えるだけの銀河系内の天体なのかを決定するのも困難であった。例えば、メガバイトニやキリンザシーは、かつては、マフェイ銀河群内の矮小銀河であると考えられていたが、現在では銀河系内の天体であることがわかっている。マフェイ銀河群と局所銀河群は近隣に位置しているため、この二つの銀河群は、形成の初期段階で、 それぞれの進化に影響を及ぼし合っていたかもしれない。MJ バルトネンらによって測定されたマフェイ銀河群の速度や距離の分析によって IC342 とマフェイ1は宇宙の膨張で説明ができる速度より早く移動していることが示された。そのため彼らは2つの銀河群の形成の初期段階でアンドロメダ銀河と激しい重力相互作用を及ぼし合った後、 IC342 とマフェイ1は局所銀河群から弾き出されたと示唆した。しかし、この解釈は銀河までの距離の測定に依存するため、銀河系のゴミによる遠平の程度を正確に測定することに依存する。より最近の観測では、ゴミによる遠平はそれまで過大評価されており、そのため距離は過小評価されていたことを示した。この新しい距離の測定が正しいとすれば、 マフェイ銀河群の銀河は宇宙の膨張で説明できる速度で動いていることになり、マフェイ銀河群と局所銀河群の衝突の説は否定されることになる。ありがとうございます。